小島忍は、日本の小説家。中国から福音後、教師を経て、小獣で文壇に登場。第三の新人の一人と目されるも、抽象表現を帯びた前衛的手法の作品に、独自の道を開いた。評伝や文学論でも活躍。日本芸術院会員。文化功労者。岐阜県稲葉郡加納町出身。旧制岐阜中学校、第一高等学校を経て、 1941年、東京帝国大学文学部英文科卒業。卒業論文は、ユーモリストとしての作家例。1942年より、中国東北部で従軍、敗戦で、ポツダム城東兵。1946年、福音し、1948年4月から、千葉県立サーラ女子高等学校で教え、1949年度より、 東京都立小石川高等学校に移る。1954年からは、明治大学工学部助教授として、英語を教え、1961年に、理工学部教授に昇格、以後1985年の定年まで勤務する、型ら旺盛な分泌活動を行った。2006年10月26日、肺炎のため91歳で死去した。初期には、 実存主義的な不安や、ブラックユーモアのあふれる小説を書いて、吉行淳之介、遠藤周作、安岡翔太郎らと共に、第三の新人と呼ばれた。第一次戦後派作家の年少組と、同世代ながら、分断デビューが遅かったためである。1970年代を、ある種の境として、岐阜を故郷に持つ作家をめぐって、メタ的な描写の応一する、美野や、 破綻をかろうじて耐えつつ、拒実の入り乱れる、別れる理由以降、作者自身やその友人と同盟の人物、あるいはあからさまにモデルとなった人物、もしくは同一人物そのものを登場させる手法を確立する。先行する文学作品、芸術作品、過去の自作の引用や自身の身辺や知事の記憶等に幅広く財を取りつつ、 いわゆる文語ではなく柔らかな質感を持ちながら省略や統治が多く、自生、主体などが入り組んだセンテンスや独特の違和感を喚起する会話文といった特徴を持つ難解な文体を用いてメタフィクション、ひいては小説全体に対する批評的な距離を測るように旺盛な創作活動を続けていた。1999年、郷土の岐阜県で 小島忍文学賞が創設され、生前は受賞式などに参加した。2005年7月及び2006年3月の2度に、渡り、穂坂和氏との対談イベントが企画され、会場に集まった多くの聴衆を、時折爆笑に誘う独特の語りを見せた。会場には、英米文学者の山崎勤とむや松野光一、茂木健一郎、柴崎由かや長島優。 映画監督の長崎俊一など一般の読者や出版関係者以外にも大勢が来場した。1回目の対談の模様は新調者の考える人に掲載。また2回目の模様は創始者より2006年10月に DVD ブックとして発刊される予定だったが実現しなかった。岐阜県図書館で 小島忍展が2008年6月13日から12月25日の日程で開催され、会期中には共に小島忍文学賞の選考委員も務める青木県、堀江俊之の講演も行われた。ありがとうございます。